皆さんこんばんは。中間テストがあったので、前回の動画からかなり時間が経ってしまいました。で、今日やっと中間テストが終わったので、また留学レポート再開していこうかなというふうに思います。で、今回はですね、私いつも一人のお茶の先生にも台湾茶についていろいろ教えてもらって学んでるんですけれども、また別の台湾茶を学ぶ教室にも行ってみたいなということで、先生が違うと、またその人のお茶に対する考え方とか価値観っていうのも違うのかなと思って、台湾茶の別の教室に行ってみました。で、3月の中頃に行ったんですけれども、今回行ったのが、英語だとティートークアカデミーという、専門的な台湾茶に関するカリキュラムを提供している教育機関なんですね。で、そこでカリキュラムを通して、まあ、認定証とかを取得することもできます。で、1級と2級の台湾茶の講座があったんですけれども、まず私は1級を受けました。1級は1日で終わります。で、現在は台北と台中と南東の3カ所に教室があるんですけれども、今回私は台中に行きました。で、参加するとまずこのようなテキストをもらうことができます。まあ、中身はちょっと写真をお見せすることはできないんですけれども、教材も講義もすべて中国語なんですね。で、1級の場合は、台湾に留学している人で普通に授業を受けられる方であれば問題はないと思います。逆に、中国語が全くできないっていう人に関してはちょっと厳しいかと思います。日本語が話せる台湾人と一緒に参加してもいいかもしれません。で、午前中が座学でして、座学はですね、まあ、お茶の種類とか風味とか、あと水の硬度の違いにおける味の変化とか、台湾茶の歴史とか、あと、台湾茶のコンテストの時の、まあ、審査の方法であったり、そういうことを座学で学びました。で、午後が、テイスティングですね、をしていきました。まあ、初級なので基本的な6種類のお茶ですね。緑茶、青茶、黄茶、白茶、黒茶、あと紅茶の6種類のお茶のテイスティングと、あと、まあ、同じ品種のお茶だけど、焙煎度合いが違ったり、発酵度合いが違ったりで、どういうふうに味に変化があるのかみたいなのをテイスティングを通して勉強していきました。これがこんな感じでテイスティングをしていきました。まず香りを嗅いで、その後に飲むっていう感じですね。すごく面白かったです。で、最後にテストがあります。授業の一番最後に行われて、すべて選択問題でした。で、直前に先生が大事なところを復習してくれるので、今まで落ちた人は一人もいないそうです。で、一級は比較的簡単なので、皆さん絶対受かると思います。で、受けて2週間ぐらいで郵送で認定証が届きます。で、台湾に旅行に来たついでに、台湾茶興味あるから受講したいって思われる方もいるんではないでしょうか。受講資格について特に何も書かれてませんでしたし、こういうふうに認定証は郵送なので、受講できる可能性は大いにあると思います。で、参加した人はこういうふうに、お茶を、鑑定杯と鑑定碗もらうことができます。で、結構これ、ガラスなのですごくありがたいんですね。なぜかというと、茶葉の色とか動きが、お茶を入れてるときにすごくわかりやすいので、これもらってすごく嬉しかったです。台湾に住んでる人で、台湾茶もっと勉強したいなと思う人、また旅行者の方で、台湾茶専門的に、教えてもらう機関を探している人は、ぜひ、こちらの教室に行ってみてください。では、本日の内容はここまでになります。ご視聴いただき、ありがとうございました。